石田さんね、今回、手塚治虫の未発表原稿がなんか見つかったそうですね。これってスクープじゃないですか。すごいことなんじゃないありですがとうごか。ざいます。はい。じゃあ、まあ今日はそういった話を聞いていきます。読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。改めまして、こんにちは。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話、番組ナビゲーターの山根です。新聞記者ここだけの話は、読売新聞の中の人をゲストに迎え、ニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。本日のゲストですけれども、文化部石田寛太編集員にお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はじめまして。で、今回ですね、ゲストでお迎えした中で、その編集委員という方はですね、初めて読売新聞ポッドキャストでお迎えするんですけども、ね、はい、編集委員っていうのはどういう人を編集委員って言うんですか？いきなり難しい質問ですね。いや、なんと言いますか、なりたくってなるというのは変ですけど、うん、基本的に編集員というのは、年を取っても記事を書いて良いと会社の中で思われてる人がなってるのかなと思います。要するにもうその道のプロ、お墨付きってことですよね、会社から言うと。まあ、客観的にそう見ていただいていいと思うんですけど、まあ、何かの専門記者が多いかなと思います。ただ非常に編集員という言葉は昔からあるし、うん、いろんな新聞社に編集員がいるんですけど、おそらく会社によって性格は違うと思うんですよね、うん、それで昔の編集員と今の編集員のあり方も違うと思うので、うん、一概に捉えにくいんですけど、まあ、ベテラン記者と考えていただいてもいいですかね。漫画に非常にお詳しい、はいはい、漫画の編集員っていうことなんですか？はい、いや、漫画の編集員というわけではないんですけれど、はい、まあ、たまたま文化部の、まあ、普通の記者だった時代から、うん、ずっと漫画の記事を継続的に書いてきて、あまり他にやる人がいなかったので、うん、今でもなんとなくずるずる続けているということがあります。積極的に書き始めてからどれぐらい、何年ぐらいになるんですか？書けるようになったのは文化部に来た1994年以後ですね、うん、ただ一回部を出て8年ぐらい空白がありますんで、また文化部に戻って書くようになったのは、2017年の秋ぐらいからですかね。石田さん自身は絵とかそれこそ漫画とかで、はい、書いたり書けたりっていうのはするんですか？はい、ご多分に漏れですけど、とにかく、ま、漫画だけは読んできたといいますか、うん、それこそ文字が読めるようになる前から、まあ、世代的なもんでこともありますけど、うん、とにかく漫画はいっぱい読んできました。幼い頃どういった漫画だったんですか？やっぱり入り口は鉄腕アトムのテレビ放送が1963年だったと思うんですけど、うん、今年60年生まれで、さすがに初回の記憶はなかったんですが、見てました。だからやっぱり当時鉄腕アトムと鉄人28号という横山ミステルさんのロボット漫画がやはりすごく人気があって、うんうん、でその、コミックス版ですね。コミックス版といっても今のむしろ雑誌くらいの大きさのものが、今みたいに新書版がまだあんまり出てない時代だったんですね、うん、なのでそれで雑誌スタイル の単行本がその2つについては出てまして、それが、生まれて初めて読んだ参考本は鉄腕アトムだったと思います、うん、で、まあ、今回 の話題なんですけれども、手塚治虫のですね、はい、未発表原稿が見つかった、はい、ということなんですけれども、はい、これはどういった経緯でどういった原稿だったんですか？はい、一番最初はですね、手塚ルミ子さんという手塚治虫先生の ご長女ですね、お嬢様が、ツイッターで、はい、7月の初めに、
富士子スタジオの富士子スタジオからこんな原稿を返してもらいましたというのを、はい、実は写真付きで出しております。あ、じゃあもう、はい、公開されてた情報なんですか。実はオープン情報なんですねでそうなんです。だから誰でも見れるオープン情報で、はい、で、あの今回の原稿の写真も実は写ってたりするんですけれど、なぜかあまり、反響を呼ばず、はい、注目されず、いくつかリツイートはついていて、実は その時点ですでに見はあの珍しいというリツイートはもうついてる反応もあったんですけど、はい、なぜかそれ以上広がらずですね。で、実は私もそのツイートを、はい、あのリアルタイムに見ておりませんでした。文化部の同僚記者がそれを見て、はい、これはどうなんだ、取材したくていいんでしょうかとあの部の全体に告知し、うん、でまあ、その人はちょっと忙しいということだったので、誰か取材しないんですかと、あの部内で話題にしたときに、じゃあやりましょうかっていうことでスタートしたのが始まりです。だから7月の上旬ぐらいですね。なんかイメージしてたスクープとはちょっと違いますね。あの実は最初はそれほど、うん、あのつまり未発表原稿というのはかなり後になって分かったことでして、はい、最初面白いなと思ったのは、あの藤子不二雄 A 先生が、うん、あの手塚先生の生原稿を保管していた、という事実ですね、うん、でそれがあの返却されたというその、 あの事実が面白いと思って、あのそれだけで記事になると思ったんですよ、はい、なのであのその手塚ルミ子さんとあの藤子スタジオの松野社長さんですね、あのこれはあの藤子 A 先生の名護さんにあたるんですが、はい、に話を聞いて、それで、まあまあまあ、時はそうという絡みもありますし、うん、そういうある種の漫画家巨匠同士のドラマとして記事にできるだろうなというあの目算で、取材に入りました。でとにかくまずは現物を見なければ話にならないと思ったので、うん、あの埼玉県の新座にあの手塚プロ第一スタジオというのがありまして、そこにあの手塚プロダクション資料室というのがあります。でそこに保管されていると聞いたので、見に行きました。実際にこれ見に行ってどういった原稿だったんですか。はい、あの普通の、クリアファイル、一冊のファイルですね、はい、あのクリアファイルといいますか、うんうん、にあの綺麗にこう整理されて入っていたんですけれど、いや、実はどのくらい量があるかもよく知らずに行ったんですが、丸々あのクリアファイル1冊分あって、うん、でそこでつぶさに見せてもらったんですが、じゃあ何枚ぐらいあったんですかそれって。あのちょっとバラバラのものもあったので、点数って多分60点70点近くあったんじゃないかなと思いますが、コマの断片も含みますと。で、正直それを見た時にちょっとこれはとんでもないもんじゃないかと思いました。まあ、魔法屋敷の原稿だということはまあ分かったんですね。はいはい、すいません、その魔法屋敷をね、はい、ちょっと説明してもらいたいんですけども、魔法屋敷と言いますのは、はい、あのちょっとその前にあの手塚治虫さんがあのすごく最初に有名になったのは、うん、あの1947年に出した新宝島という、はい、あの書き下ろしの単行文なんですけど、有名なやつですよね、はい、これが、はい、あの非常に有名になりまして、うん、この作品があの藤子先生をはじめあのいろんな作家に刺激を与えて、あの戦後漫画 の出発点になったというふうに言われています、うん、まあ、それだけ影響の大きい作品だったんですが、うん、魔法屋敷というのはその同じ出版社からその翌年に出たあの単行本なんですね、はい、あの実は2冊同時に出てまして、もう1冊があの地帝国の怪人という SF 漫画でして、うん、実はこちらの方がいろいろ論じられているんですけど、はい、であの奥付けを見るとこの魔法屋敷あの同日に2冊その本と一緒に出ています、うん、なのであのかなりつまりそういう初期 あの作品なんですが、はい、実はこの頃 の手塚先生の生原稿はあんまり残っていないん
ですね。まあ、かなり古いっていうことですか。いや、古いっていうことだけではないんですね、はい、これもちょっとまた説明が長くなる。どうぞどうぞ。はい、ちょっと専門的になるんですけど、はい、かき版という、つまりですね、はい、印刷方法で作られておりまして、まず、出版社がまず原稿全部買い取ったそうです。は、買い取る、今の、システムと違いますね。今は買い取りじゃないんですか。今は原稿を買い取ることはないです。今は著作権とかがしっかりしているので、あくまで著作権は書いた漫画家さんのって、ね、基本的に今は原稿は返却されているはずです。もちろん未返却のものもあるかもしれませんが、基本的にもう今は返却するのは当たり前、常識になってます。でも当時は漫画の生原稿にそれほどの価値が認められなかったので、単行本にする際にもう作者から原稿を丸ごと買い取ってしまって、それで版を作ったんですが、うん、今の普通の漫画単行本のように写真製版ではなくて、写真製版というのはつまり原稿そのまま写真に撮って、はい、印刷する、うん、つまりもちろん書いた原稿はそのまま出る、まあ、コピーも写真の一種で、うん、なので、まあ、当たり前と思うかもしれませんが、その1947年とか48年当時の単行本というのはまだその写真で原稿を撮るという製版方法がコストが高かったために、もっと安い方法が取られてました、はい、それがかき版という技術なんですが、はは、別の職人さんが、はい、亜鉛板と金属板ですね、亜鉛板に筆で原稿を模写していったらしいです、はい、もちろん、まあ、トレースという形らしいんですけれど、あ、はいはい、まあ、でも模写ですね、うん、つまり原稿をそのままではなくて、職人さんが金属板に原稿を筆で書き写したものが版下になった。なるほど。で、なので例えば新宝島もそういう意味では手塚さんの描線がそのまま出ているわけではありません。なるほど。模写ですから、うん、で魔法屋敷も同様です、うん、同じ富士書房という出版社ですけれど、いわゆる赤本漫画と当時言われていたんですが、はい、コストを安くするためにそういう製版方法を取っていたようですね。でその際原稿はほとんど紛失しちゃってるんですね、当時の原稿は。出版社が原稿を作者に返すという頭があんまりない時代だったので、うん、そのまま捨てられたかどっか行ってしまったか。あ、なるほどね。なのでその赤本出版社の中には原稿を返却した会社もあるので、はい、全てがないというわけではないんですが、結構その手塚さんの有名な作品が出てた富士書房の原稿はほとんど残っていないはずです。なるほど。ちなみにその赤本っていうのはどういったものが赤本っていうんですか。はい、赤本という言葉はもう江戸時代からあったそうなんですけれど、はい、今私が赤本漫画と言ったのは、戦後間もなくですね、大阪を中心に小さな出版社が、書店ではなく書店を通さずにですね、書店ではなくて縁日とか駄菓子屋にで売る本を大量に作って、売った。赤い絵の具が多用されたので赤本と言われたという説もありますが、はい、そういう一番、まあ、言うなれば戦後において、日本の漫画ブームの一番最初の出版形態を担ったのが赤本漫画。じゃあ今で言う漫画コミックとかそういったものなんですか。書き下ろしの単行本です。なるほど。ですから今で言う単行本が書き下ろされて、出ていた。雑誌の時代はもう少し後になりますので、まだ月刊誌、漫画の月刊誌がまだない頃ですから。なるほど。じゃあ今だと例えば雑誌に載ったやつが単行本になりますけども、はいはい、昔はもう直で単行本になってたっていう。その通りですし、うん、今のように雑誌が単行本になって売られるようになったのは意外と新しくて、1970年代だと思います。うん、
それが普通になったのは。だからそれまではそもそも、漫画を単行本で、雑誌、当時は雑誌で漫画を読んで、それで終わりという、ことが多かったので、そもそも単行本で出てそれを買い直すという文化が、60年代の、後半までほとんどなかったんです。老後は火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞。人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。赤本で、赤本漫画の元原稿はつまりほとんど残ってないということなんですね、うん、でなので今その赤本としての、魔法屋敷を見ても、新宝島を見ても、それは職人さんの模写なので、手塚さんの元原稿がどういう線でどういうふうに書かれたかっていうのは誰にも分かんないわけです。なるほど。じゃあその模写さんの、まあ、いわゆる、まあ、手癖みたいなところもあるわけですよね、はい、模写するときにはね。あると思いますね、うん、はい、あると思います。で、で今回そう見つかった原稿が大変貴重だなと思いましたのは、はっきり年代は特定できないんですが、少なくともその新宝島とか魔法屋敷とかを手塚先生が書いた時期とそう変わんない時代の手塚先生の生のペンの線が見られるということは、その、はい、手塚治虫のな生のその線でいうと、はいはい、最古級の品物っていうふうになってくるんですか。ですね、なかなかそれも微妙なんですよ。ついこの間、うん、手塚先生が12歳か13歳の時に書いた鉛筆で書いたものまで復刻されてるんですけれどなるほど、なので終作時代のものも結構出ているので、うん、最古とは言えませんが、うん、ただプロになられて出版を意識して書いた、プロとしての原稿で、この時代のものが残っているのは貴重だと思います。あ、じゃあ要するにその漫画家手塚治虫としては、はい、まあ、非常に初期ですね、初期の作品の原稿っていうことなんですね、はいはいはい、これがどうして藤子不二雄 A 先生のところにあったんですか。実はそれは一つ謎でしてね、はい、推測は後で推測は申し上げられるんですけど、はい、藤子先生がこの原稿をどのように手塚さんからもらったのかというのは、うん、はっきりと分かりません。ただ、はい、まあ、手塚さんをめぐるエピソードとして非常に漫画家の卵にこう親切にした非常に面倒見が良い人だった、うん、誰でも親切にまあ、指導なりですね、漫画家の先輩として接したということはよく知られていまして、まあ、そうですね、時はそうとか有名ですね、はい、時はそうと思います、はい、あるいは自分のファンとかそういった漫画家の卵に自分の書き損じる原稿をかなり上げたらしいです。それはファンサービスもあったでしょうし、うん、漫画家の卵については、まあ、これで、まあ、勉強しなさい、ちょっとお手本にしてしなさいというような意味合いだったと思うんですけれど、で結構そういった原稿、使わなかった原稿を送ってるケースが多いんですね。ですからそういう意味合いで藤子先生も手塚先生からもらった原稿ではないかなと推測はできます。うん、まあ、ちょっとリスナーの方でですね、その藤子不二雄 A 先生のことがちょっとわからない方もいらっしゃると思うので、A と F この違いっていうのをですねちょっと加えながら説明していただこうと思うんですけども、はい、藤子不二雄 A 先生というのはどういった先生なんですか。藤子不二雄 A 先生と藤子 F 不二雄先生はまずコンビで創作活動を始めたという
ことが前提ありまして、はい、これは漫画道なのでは詳しく書かれていますけど、もともと2人で1人の公民漫画家だったんですね、うん、なので藤子不二雄という名前でずっと活動されていて、まあ、実際はそれぞれお二人別々の作品を書かれていたようなんですけど、でもペンネームは藤子不二雄で統一してずっと、作品を書かれてきてます。でコンビを正式に解消されたのは1987年なんですね、はい、そこで初めて、藤子 A 先生ご本名は阿鼻子元夫先生というんですけど、阿鼻子先生は藤子不二雄丸 A としてですね、はい、で藤本博史先生は藤子 F 不二雄先生としてそれぞれ独立されて、まあ、著作権的なものもそこで分割されたということです、うん、なるほど、まあ、例えば F 先生だったら、まあ、やっぱりドラえもんであったり、そうですね、まあ、キテレツ大百科とかですよね、はい、そうですね、で、A 先生だったら、まあ、忍者ハットリくん、はい、あと怪物くん、怪物くん、はい、プログラファーサルとかですね、はい、でその元々の共作だった時代でいうとおばきゅうとかが藤子不二雄作品、ね、ということなんですかね。おばけの九太郎は藤子不二雄の合作と言っていいと思います、うん、実は完全な合作というのはあんまり実は結構少ないみたいでして、初期のごく初期の作品とかですね、まあ、パーマンあたりまではそうなのかもしれませんけど、一緒にやってた作品っていうとユートピアとかが一緒にやってた作品なんですかね、はい、一番ユートピアは一番最初の合作の書き下ろし単行本なんですけれど、で時はまだ藤子不二雄じゃなくて足塚不二雄というペンネームを使って書いてるんですが、ただ阿鼻子先生の後年の述懐によりますと、うん、かなり藤本先生が主体になって書いた、阿鼻子先生はもう当時就職されて仕事がありましたので、時間的に藤本さんの方があったそうで、はい、藤本先生は主体だったと解説なんかで書いてらっしゃいますね、まあ、これちょっと話取れますけどね、ユートピアって当時の本が、まあね、数冊しか今残ってなくて、貴重だね、原本はものすごい貴重品と聞いてます。今は、うん、ただ今は復刻版といいますか、うん、藤子 F 藤二雄全集にも収録されていますので、読むだけだったらば比較的手軽に読むことができます、ね、銀河鉄道39の、はい、松本零士先生が、ね、持ってるっていうんで、はい、松本零士先生は手塚作品のコレクターとしてちょっと有名でして、うん、噂では新宝島の当時の原本も持ってらっしゃる、それもまあ、もし市場に出れば大変な価値があると聞いてます、うん、取材で何度かお家に行ったことあるんですけども、松本先生なんですか、はいはい、これ探すの大変だなっていういや松本コレクションはちょっとそこが知れないので、うん、ちょっと何が眠ってるのかちょっと見当がつかないですね、うん、でちょっと話戻しますけども、はい、これはそのなんでその A 先生のところに原稿があったのかわからないっていうことですけども、はい、順番で言いますと まずその、まあ、A 先生がおそらく推測を交えて言いますと1950年代に、手塚先生からその原稿をもらった、それを大事に保管していました、でそれを A 先生が漫画道を書き始めるのが、1970年からなんですね。この漫画道っていう漫画はどういった漫画なんですか？漫画道と言いますのは簡単に言いますと A 先生の自伝的な作品です。あくまで事実をもとにしたフィクションと見るべきところもありますけれど、はい、A 先生と F 先生を、モデルにした2人の少年が、漫画家になる大志を抱いて上京してプロになっていくという話ですね、はい、要するにこれいわゆる藤子不二雄のサクセスストーリーがここに書かれている
まあそう言っていいと思います、うん、まあ成長物語ですね、うん、はいはい、そう言っていいと思います。でそこでお二人がいた常盤さんのこともかなり詳しく描かれておりますので、ある意味その常盤荘伝説のある種、まあ、バイブル的な位置づけでもあると思いますね、うん、A 先生ってどういった方だったんですか。人柄はですね、これは非常にサービス精神旺盛、うん、話好き、明るい、うん、とにかく人を笑わせるのが大好き、という非常に才気にあふれた方です。これはもう若い頃からそうだったみたいで、よく、うん、A 先生の、が喋りで人を笑わせるというのは本当に得意だったみたいなんですね。どっちかというと F 先生の方はおとなしいタイプだったと聞いておりますけど、うん、とにかく A 先生は社交好きで遊び好きで座持ちもいいで、まあ、リーダーシップ的なものもあるということで、うん、大変漫画が面白いだけじゃなくて、そういう人柄的にも非常にいろんな人に好かれる先生だったと思います。お酒も結構好きだったようですね。ですね、若い頃からもう、はい、まあ、なんか毎晩のように、まあ、A 先生だけじゃなくて石森先生とかですね、角田先生と A 先生の3人は常盤荘の中でも遊び人グループとして有名だったようで、毎日のように飲み歩いていたという話も聞きます。常盤荘っていうのもちょっと説明してもらいたいんですけども、はいはい、ですね、常盤荘というのはまあ、韓国簡単に言いますと、1952年に、東京都豊島区の椎名町に作られた、木造アパートで、はい、まあ、かなりの安部新の木造アパートだったそうなんですけど、うん、これがこのアパートが有名になったのは、まず一つには1953年の1月に、はい、手塚治虫さんがここに入ります、うん、新築間もない常盤荘に、入ります、で寺田博夫さんというやはり漫画家さんがそこに同じくいらっしゃるんですけれど、はい、でそれをきっかけにですね、その常盤荘に戦後漫画界のスターともいえるいろいろな漫画家がそこに集まるようになっていきます、はい、順番から言いますと、その手塚さん自身は翌年ですかね、1954年に常盤荘出るんですけれど、意外に短いんですね。短いです、はい、1年ちょっとぐらいしかいないんですが、で実はその藤川不二雄先生のお二人が上京された時に常盤荘に入らないかと勧めたのは手塚治虫さんだったそうです、はい、で実際に手塚さんが出た常盤荘の部屋にお二人が住むことになります。あ、そうなんですか。そうなんです。でそこからあと寺田博夫さんとその藤子 A 先生、F 先生を中心にしていろいろな、若い漫画家がそのアパートに入るようになっていて、はい、新漫画党というグループを結成していくんですが、まあ、そのメンバーが石森章太郎先生とかですね、はい、仮面ライダーの、はい、仮面ライダーの、はい、赤塚不二夫先生、はい、バカボンですね、はい、角田二郎先生は住んではいらっしゃらなかったんですけど、通いで常盤荘によく毎日のようにいらっしゃっていた。あとはアニメーターの鈴木伸一先生、はい、あと短い時間ですけど水野秀子先生、少女漫画の水野秀子先生も住んでいらっしゃったということで、うんうん、まあ、大変戦後のきら星のごとき漫画家がそこで共同生活のようなことを送って、まあ、切磋琢磨しながらそれぞれ大物になっていったということで伝説になりましたですね、うんうん、はい、というわけで今回はここまでです。続きは次回の配信でお届けします。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話では、番組リスナーからのご意見、ご感想を募集しています。
聞いてみたい記者の話、ニュース解説、呼んでもらいたいゲストの方などなどございましたら、ポッドキャスト概要欄の投稿フォームからお気軽にお寄せください。それではまた次回、お相手は読売新聞山根でした。